なんでそんな髪型いいか。あ、今日いい感じっすか今日あのね、あれなんですよ。髪切り行ったんですよ。で、そのまま帽子かぶってたから、ぐちゃぐちゃなはずなんですけど、いいと思ってくれて嬉しい。なんでお前、あれなのなんか、この人見つけたら300万円なのお前 <laughs>、これ。こういう人にも肖像権はないのこういう人には。これなんで,で、なんであのサムネイル、あのあれなの、うん、ヘッドスパやってもらったよ、だから。うん。カットとヘッドスパだけよ。 何も、あの、髪質改善とか、ヘアカラーとかもせずに、8800円。高っと思って。クソ高くて。しかも、もうあの、なんか、まあ別にもうしょうがないなと思ったんだけど、やっぱあの、個人的にはね、僕ね、不滅のあなたへ見たかったんですよ。ずっと。もうだから、ちょっと話しかけないでもいいよ、みたいなオーラを出しながら、俺、漫画ずっと見てたんですけど、え布団さんって、 松本さんって漫画好きなんですかあ好きっすねって。え何が好きなんですかああの「進撃の巨人」とかすごい好きっすね。あー 見ましたアニメで、すごいですよね。マッパに変わったんで、え、結構詳しいっすね。私、すごい好きなんですよって。ワンピースとかだと、最近ね、うん、なんかあの、見聞色なんかがあって、で、あの、すごい相手の未来とかも見えちゃったりとか、あとはね、あの、人々の実っていうのがあって、あの、あれ、ゴムゴの実じゃなかったんですよねみたいなえ 俺、ワンピースまだ見てないんです。あ、そうなんですかすごい面白いんですよ。あの、知ってますハキっていうのがあってね。あのね、ハキっていうのはね、あの、ロジャーズの右で言うと左が使えたりとかしてね。実はね、ゾロも使えるっていう考察もあったりとかして、すごく今面白いんで見た方がいいですよ。えってえってた、みたいな感じで。うん。俺、す俺、一応貯めてるんすよ。え見てないんですか見てないって言った。あー でもね大丈夫どこまで見たんですか僕、エネルまで見ました。エネルうわぁ、羨ましいエネルまで戻りたいそのノみミス欲しいみたいになって、いや、そういう話じゃないんだけどなと思って。うん、思い出し、あれだよね、忘れられないんだけど、本当に。クソネタバラされたわ、本当。で逆になんか、あのー、ワンピースはこれから見るんで、僕、ちょっと面白い、俺メモしたんだよね、その美容師さんが言ってたやつ。美容師さんすすごい漫画好きで、美容師さんがおすすめする、 えー、名作、一個だけ教えてください、つって。わかりましたっつって。ゴッド・オブ・ブラック・フィールドって言うらしいし。俺知らないんだよね、これね。知ってる ?G.O.B. つって。ゴッド・オブ・ブラック・フィールド。すごく面白いんですっっ俺見てないんだけど、ここまで言われた。あのね、あの、異世界転生ってあるじゃないですか。でもね、これ逆なんですよ。異世界の人が、 現世に来るんです。で、その現世に転生したのはいじめられっ子の人で、肉体とか精神とかはいじめられっ子のままなんですよ。だから、あの、昔よりすごい強い騎士だったんですけども、その人は、あの、いじめられっ子になっちゃったから、から弱いんですよね、って。でね、あの、 そこのね、異世界転生したら一人じゃなくて、仲間も実は別の人で異世界転生したら、それがね、体育の教師なんですよ。で、それでね、その元々強かったその選手は、ふわムアイっていうことを言うと、言うみたいな感じで盛り上がるシーンがあるんです。それは異世界の話なんですけど、それをね、現世で言ったら、たまたまね、あの、その人に引っかかって、え、お前いるのみたいな展開が面白いんですみたいな。おいっつって <laughs>、全部言ってんじゃねえかみたいな感じで、そう。<laughs> 全部言ってんじゃねえかつって。 そうピッコマって言ってた。そう,そうそうそう。そう。ピッコマって言ってた。ピッコマはね、異世界転生ものがいっぱいあって、すごく面白いんです。つ <laughs> って。全部言うやんお前と思って。マジ、全部言いやがった、うん。ヘッドスパしながら。だから俺もうさ、ヘッドスパしてるから、耳も塞げねえし、なんかもう、さもうあれ、拷問だったわ。さわかるかい目隠しされながら。 頭いじられながらずっと漫画のネタバレされる苦しみ。うん。で今日、ま、8800円払って、ワンピースとゴッド・オブ・ブラック・フィールドのネタバレ食らってきたわ。